はいどうも哲学棟です。今回はディアブロイモータルの期間限定イベント炉の守りの方が来てますんで見ていきたいなと思います。こちらねタスクを達成しデイリーのタスクを達成していくことによって、レジェンダリー紋石だったりレア紋石そしてね40個で、星5のね2位の、宝石を作ることができるテルリックパールね手に入りますので、ぜひやってみてほしいなと思います。まあ、ちょっとね、イベントの内容から離れちゃうんですけど、テルリックパールね、これ集めて意味ありますかっていうことをね、ちょっと始めたばっかりの方から聞かれたんで、一応目安としてはですね、塚商人のところで1週間に1個テルリックパールを買うことができるんですけど、まあそれ大体3ヶ月で12個ぐらい集まるんですけど、そこにプラスしてね、今、イベントで配られてるテルリックパール集めていくことで、まあ、大体3ヶ月間でね真面目にやれば1個ね星5の宝石が作れるという感じになってきますので、まあね最近追加されたかなり強いレジェンダリージェム、渦巻く鬼穴とかね、入手したい方は、まあ、星5の2をねテルリックパールからは星5のねランク2までしか出ないという形になってるので、まあランクはちょっと低めになっちゃうんだけど、ただね、その効果そのものを発動してくれるという形になるので、なのでね、まあ期間限定イベント一つ一つ こなすことによってね、まあ確実にテルリ、星5の宝石手に入れることができるので、やってみてほしいなと思います。で、こちらのイベントの方なんですけど、4月の6日の3時までという形になってて、まあ、デイリーのタスクですね、装備を5つ集めるとか、3回のエルダーリフトをクリアするとかっていうやつをこなしていくと。まあ、これはまあ、普通のね、アクティビティと、合わせてやっていけるような感じになりますので、まあ、1日2つずつタスクをこなしていくことで、まあ、最後の8個目のね、レジェンダリーの宝石までもらってみてほしいなと思います。で、こちらね、タスク2件ずつ毎日追加されていくんですけども、最大3日分ですね、6件まで貯めておくことができるので、まあ途中で毎日ログインできないよっていう方は、まあ3日に1回はね、この6件を消化してもらうっていう形でやってみるといいかなと思います。ちなみにですね、マイルストーンの手動は、報酬は、手動で受け取る必要があるというシステムになってますので、まあね、まあ1日2個タスクが終わって、3個タスクが終わったら、レジェンダリーアイテム上の方をねクリックしてもらわないともらえないので受け取ってみてほしいなと思います。で、5個でレア紋石3個、7つで、先ほどお伝えしたテルリックバール、そしてね、全部で8個、4日分を こなすことでレジェンダリーの紋石が手に入るという形になってますので、ぜひ毎日の2つのタスク、達成目指してやってみてほしいなと思います。まあ、他のね、タスクとの、なんていうのかな、並行も当然ながらできるという感じになってますので、ぜひ、すべての報酬、炉の守り、受け取ってみてほしいなと思います。はい、今回も動画を見てくださってありがとうございました。このチャンネルでは、ディアブロイモーダルはじめ、ディアブロ各作品の攻略情報など投稿してますので、ぜひ、この機会にチャンネル登録の方もお願いします。それではまた次回の動画でお会いできるのを楽しみにしています。哲学とでした。